暑い暑いですね。あのね、気温何度だろうな、多分どっか温度計とか駅前に馴染みですからあるんじゃないと思うんですけど、もうめちゃくちゃ暑いですわ。あの箕面太というところから来たんですよ。で、まあ、岐阜県内を電車の列車に乗ってね、まあそんな長い距離じゃないですけど、まあ、移動して今到着したここ多治見というところなんですが、いやもうね、あの、まあ、今日の最高気温実は39度らしいんですよ。今日2020年の8月の16日です。久々にね、私自らの意思であの外出ということをやっております。でもう完全に県外です。ここはもう中部地方ですからね。いや本当なんか今からね、あのそよ風が吹いてくるんですけど、当たり前のように熱風なんですよ。それがこの車両のせいかな、もしかしたらこのせいなのかも。ちょっと離れてみようと思うんですけど、あ、特急が出ていく。いや、あの特急は関係ないですよ今。ああっつったらね、あのね、風は吹いてますよ。今でも吹いてるんですけども、全然涼しくありません。全然涼しくないの、まあ、まだちょっと日陰だからね、外の日向に当たってるよりはマシなんですけど、それに、まあ、熱風とはいえ風もあるしな。中に入ってみようかな。誰か乗ってるかな。誰も乗ってないわ。あ、全然涼しくない。いや多分冷房は効いてるんで涼しいんですけど、あの多分ドアが全部開いてるから涼しくならないんでしょうね。駅のホームから上がってきました。こんなところに温度計ありますけど、これは温度が今指しているのはですね、43度ということになっておりますが、直射日光ガンガン当たってますからね。こんな直射日光当たるところの43度では信用できないけどな。お、なんか風が吹いて、お、なんか風鈴があるぞ。何も全く音も立ってないけどね。これあれなのか、もうあまりにも暑いから、だからせめて音だけでも、ただコンコースのところもう風が吹かないんで、わざわざこれで鳴らしてるってことか。多分そういうことですね。これサーキュレーターだからな。だったら風鈴の音録音して流しておけばいいんじゃないかって、その方がなんかエコなんじゃないかって気がするんですけど、まあ天然の音が聞けますからね。これ立派な多治見駅構内ですよ。ちなみにこれ意外なことにですね、あのここはそんなに暑くありません。多分冷房かなんかつけてくれてんだろうな。じゃなかったらこんなとこたちまちもう暑くてたまらなくなりますもんね。でね、ここを歩いてたらちょうど視聴者の方が通りかかってですね、おお、スーツさんですかって言ってびっくりして、で、あの一緒に写真を撮ったわけなんですけども、今日暑いっすねって言われてね、あ、多治見市民が暑いって言ってるなと思って、それもう私の中の印象からしたら、ね、もうなんかもう毎日が猛暑日、もう多治見のイメージ実はそれなんですけども、その多治見市民がね、あ、暑い、最初開港一番暑いっすねって言ってる。おお、これはいい時に来たな、もうクソ暑いですよ本当は。多治見市の玄関口の改札を抜けるとですね、こんな壁画があります。これは間違いないですね。もう多治見市を襲う熱波の絵だな、これはね。上にはこんな風鈴が並んでおります。気休めの風鈴。風が吹かないから気休めにもなりません。なんか、ねえ、熱波に襲われて全てがもう混沌と化した多治見市の様子をよく表した絵だなと思ったですね、響き合う声と書いてあります。このかけがえのない地球上で生を営む者たちが皆等しく楽しく美しく響き合っている様子を表しているそうです。で、まあ、もちろん今のふざけて言ってるわけですけども、あの美濃陶芸協会というふうに書いてありますが、この美濃地方多治見はですね、これはあの普通に焼き物の、まあ、なんていうんですか、まあ、焼き物という言い方でいいのかな。瀬戸物って言ったらこの瀬戸じゃないからね、失礼な話だと思うんですけど、こういうのがありますが、まあ、他にもですね、多治見というのは本当に焼き物、こういった類の、ものには強いところでして、ここですね、まあ、これご飯の絵なんですけども、ここにですね、真ん中に四角いものがずらずら並んで、これ何かと言いますと、タイル、お風呂の壁とかに使うタイルをイメージしたお食事だそうです。この多治見は、まあ、前にですね、40.9 度だったかな、日本で一番暑い町ということになりましたけれども、それだけではなく、まあ、こういったセラミックとかね、そういったものの生産量もまた全国1位であって、年間にね、なんか名古屋ドーム200何十杯分だか生産されるとか、よくわかんないんですけど、まあ、いっぱいあるのは間違いないですよね。いや、いいですね、このコンコースね。あの多治見市民がね、何もしない風鈴の下で顔を真っ赤にして一生懸命改札口を目指しているこの光景、いいな。これだけでもなんか降りた価値があった気がすると思ったら、ちゃんとなんか温度計も機能し始めましたね。あ、意外とこの辺に来るとね、風もなかなか吹いていて、そんなに暑くないんじゃないかなって気がしてくる。おおおお、いいね。駅前のもうすぐあそこのところですね、アイスクリーム、かき氷、冷たいもの売ってますよ。売れるだろうな、暑いんだからね。だからここで水を収集なんか吹き上げているようなんですけど、止まっちゃったな。あそこも止まっちゃったな。ちっちゃい子供たちがね、あの噴水のところで水にまみれて遊んでますけど、私もやろうかな。あっちでやろうかな。あっちの方が空いてますよ。
あ、まあ、なんかバカなことばっかり言ってもしょうがないですよ。あ、これいいとこだな、この駅前。なんかちょっと駅で降りてね、なんか少しブラッと歩くだけでも楽しいとこだわ。うわ、暑い暑いとか言ってるだけでもなんか多治見に来た甲斐がありますしね。これほども暑いとなんかね、外から来た人間にとっちゃもう嬉しい限りですよね。あそこで私も水浴びやりたいところなんですけど、 YouTuber 的にはねそういうの求められてると思うんですが、まああの子供たちがさすがにかわいそうだからねやめとこうと思います。大人はねかき氷でも食ってけんですよ、かき氷ね。あ、すいません、ちなみにあのマスクもね取りました。あの取った方がいいと思いますよ。別に人なんかいないんだし、いないところでしててもしょうがないんじゃないかなと思うんですよね。あんまりなんかあの壁とかが近いところとか人がしゃばるところで、ね、ベラベラ喋るっていうのは控えとこうと思いますが、駅の外で出てくるとねマスク着用率もどんどん下がって、もうほとんどみんなしてないですね。してる人もちょっとはいるけど、しなくていいと思いますよ。必要なところでするってことが大事ですからね。ただすりゃいいってもんじゃないんだよな。あのなんか猛獣的っていうのかな、何も考えずにただマスクすりゃいいだけってなると、じゃあ接触感染の対策はちゃんとできてんのかとかね、あのそういうのがありますから、ちゃんと考えてあの最大限効果的にやるっていうことがいいと思いますよ。で、無意味なことはやらない。わっつー、うわー、これやばいな、これこのエアコンの室外機です。うわー、あれこれこれ焼肉になっちゃいそうだな。もう YouTuber とかやってね3年ぐらいになりますんで、もうだんだんね分かってくる。もう特に僕は夏になるとよく活動する YouTuber ですからなおさらなんですが、あの夏になると日が高いわけですよ。で、上からのねあのあれがもう僕の顔、あの太陽が当たらないんで、こういう風に顔が暗くなるわけですよね。これがなんかもう自分で画面見てても暑いなって感じがする。正直かき氷なんか食うよりもね、電車の中でも涼んでた方が圧倒的にあの量を取れるとは思うんですが、まあ、わざわざ多治見に来たんだから暑い中でかき氷食べるぐらいのことはしなきゃね。でもいいな、こういうところやってくれてんだから。店の人も親切でした。安かったですよ。あのね、練乳のトッピングしたんですけどね、トッピング代が30円でね、本体が220円、250円で、マンゴーカルプスに練乳トッピングってやつね頼んだんですけど、いや、いいなこれ。あ、私のカバンがびしょ濡れになってるわ。あっち向きに風向きが変わりましたからね。まあそんぐらいいいでしょ。ちょっとぐらいびしょ濡れの方がちょうどいいわ。あ、景色は涼しいけど、とても景色だけね。いやでもこれ美味しいですね。あのかき氷屋さんの別に案件で動画撮ってるわけじゃないですけど、何でも案件見えてくるかもしれませんが、あのねなんか大きな氷を取り出してね、それでなんか丸々やってたんですよ。だからあのそこらのなんかしょぼいかき氷とちょっと違う、この値段で食べられるなら普通にいいところに来たな。よかったよかったよかった。素揚げのもの、まあなんだかんだ薬味みたいなもんですよ。いやめちゃくちゃ美味しかった。涼しくなりましたよ本当に。やっぱああいうの食べると違いますよね。あれマスクするとね涼しいんですよ。まあ、通常暑いでしょ。あの口からかき氷 の冷たい汗が出てくるからかえって涼しくなるわけですから。いや美味しい氷だったら、あの日光の氷にもねあの劣りませんよ。まあそれ多分日光 の水の美味しさは私が分かんないってだけだと思うんですけど、でも実際しっかりとしたね氷、まるまる大きな氷をふわっと削ってくればそれだけでもうあんだけ美味しくなんだなと思った。いやーいい、あれ美味しかったな。普段はねあそこでクレープを売られてるそうですけど、おお今度は風鈴も鳴ってる。あ、涼しそうな音がするわ。気休めじゃないぞこれは。もう まあ、たまたま今日の気候がそうだっていうだけかもしれないですけど、本当にこの多治見は風も吹くし暑いんだけどね、あの暑さを耐え忍ぶための設備がもう暑いことで有名だもんだから至る所にあって、なんかむしろそこらよりも快適に過ごせるんじゃないかなって気がしてきましたね。さっき風鈴気休めとか言ってたくせに、まあ、音が鳴ればやっぱ違うもんですわ。まあ、今回は本当に多治見駅周辺をただブラッとしただけなんですけど、なかなか貴重な体験ができました。いやよかった、どうもありがとうございました。サイワーカーウォーキング全く予定なし、まあ、こんな夏の暑い時にね爽やかなウォーキングなんかできませんよということでしょうか。まあ、多分そうじゃなくてコロナの関係だと思います。どうもありがとうございました。